ドラグーン作戦は第二次世界大戦中の1944年8月に行われた南フランスのプロバンス地方への連合国軍の上陸作戦であるフランス北部へのノルマンディ上陸作戦を支援する目的で南フランスへの上陸作戦も1943年中に検討が進み11月のテヘラン会談で承認されていたしかし ノルマンディ上陸作戦の準備だけでなく、連合軍は、イタリア半島でも上陸作戦を行っており、実施するだけの船舶、部隊の確保がおぼつかない状況であった。1944年1月、アイゼンハワーは6月中の実施を表明したが、ソ連の意図に疑念を持つチャーチルは、バルカン半島の英米による奪還が先決である、ことを主張、南フランスでの作戦は撤回すべきとした。 これに対し、この作戦は、スターリンとすでに交わしてある約束であるとする、フランクリン・ルーズベルトは、チャーチルの主張の受け入れを拒否、8月15日に作戦を開始することを決定した。作戦名は当初アンビル作戦であったが、途中からドラグーン作戦に解明された。1944年6月に、ノルマンディ上陸戦線が行われ、連合軍は、 フランス上陸を果たした。上陸戦機材も確保できるようになり、準備が進められた。投入される部隊は主に、イタリア戦線から引き抜かれることになった。在北アフリカの自由フランス軍一個師団も加え、アメリカ第7軍を抽出。8月9日以降、すでに制圧していた、イタリアのサレルノターラント・ブリンディジ、シチリア・コルシカ及び北アフリカのオランから艦隊が出航、出港。 14日から15日夜、カンヌ・トゥーロン間の沖合に達した、米英化混成の空挺部隊も準備を完了した。8月15日に空挺降下及び海岸上陸が行われた。アメリカ第7軍の第6軍団は、ニースとトゥーロンの間の海岸に警備な損害で上陸した。引き続きフランス B 軍主力も上陸している。プロバンス方面に配置されていた。 ドイツ第19軍は2009部隊がほとんどであり、また北フランスのファレーズの戦いで戦力が消耗していたこともあって、早期に撤退方針が決定した。そのため、一方的な追撃戦となった。28日には、トゥーロンとマルセイを占領。またローヌ川を遡上し、同日グルノーブルに到達。ドイツ第19軍は抵抗らしい抵抗はせず、アルザス地方へと退却していった。 その後、9月11日に北部で上陸したジョージ・パットンのアメリカ第3軍とディジョンで出会い、フランス国内における南北の戦線がつながったことで、この作戦の目的は達成された。西部戦線、ありがとうございます。